山口県にある防府天満宮に来ました。家内安全、健康長寿、商売繁盛などの様々な御利益があります。こちらではお正月の人気商品を出されていました。とても長い階段を登っていくと防府天満宮が見えてきました。上からの眺めはこんな感じです。ヨーヨー釣りをしておみくじを引くそうです。こちらの春風楼は最初は五重の塔を作る予定でした。1831年に起きた一揆で米相場が中断。これによって財政が苦しくなり建設が中断され、五重の塔の予定が楼閣になってしまったそうです。中に入りまっすぐ進んでいくと、とても綺麗な風景です。広いですが、自然がたくさんあってとっても気持ちいい。上に登っていくと、ここは公園になっていました。私の猿年を発見しちゃった。ウキキキキ。立派な木です。大きすぎて大きすぎて大きすぎて、本当に迫力がある木でした。宝生庵に来ました。こちらでは茶室でお茶とお菓子をいただけます。美しい庭園を眺めながらお茶とお菓子をいただきます。たくさんの錦鯉がいました。とても色鮮やかで美しいです。奥にも茶室がありました。それでは2階にも上がっていきたいと思います。2階からの眺めをご覧ください。
皆さんいかがでしたか？心も体も癒しに、ぜひお立ち寄りください。